前田殿も。毎度です。今日は4月28日東京ドームで行われた日本ハム対オリックス解説しようと思う。これは今までの解説と違い、今日は検証版だ。心して聞いてくれ。今日1回の表、先発ピッチャーは田島と伊藤、その伊藤カーンサード戦、谷内のプレー大きかった。谷内がね、あのプレーしてくれると抜けてたら長打で、ハンブルしてもいきなりプレーボールの1番バッターが塁に出るっていうのは重たいわけよ、先発ピッチャーからすると。それを止めてくれた、まさにホットコーナーのプレー、ありがたい。あのプレーを見て今日の伊藤大海は乗っていけると思ったぐらいだったもんね。でその後フライフライと、今日は立ち上がりから伊藤大海ちょっとボールは上付いてたけども、でも味方がああやってしっかり守ってくれたスタートということで、元気なうちに、体が元気なうちにボールを低く収めれるようにぼちぼちと修正できたと、そう思っております。で先頭宗がヒットで出てもダブルプレーでそれを切り抜けたりとか、ピッチングの内容がどんどん尻上がりに良くなってくる。で4回以降もイニングの先頭をしっかりにアウトを取る、そういうピッチングができているので、序盤にコンコンコンと5点6点取ったファイターズがしっかりと勝利に迎えたと。これをクオリティスタートと言うたら、ハイクオリティスタートです。最高ですな。ピッチャーそのままいくと、吉田輝星がね、6点リードのマウンドを任せられ8回、リードとか同点とかビハインドよりももうこの終盤8回のこうちゃんと言われるような役割が今やってきている。今日はマウンドに上がってからずっとなんかフルパワーではなかった。最近しっかりと0点0点0点できているそのピッチャーが、いきなり持ち味をぶつける投球ではなかった、そういうことなので、ランナーを抱えるね、最近のこうちゃんにしては珍しく2人連続フォアボールとかあったもんね。その後1つ後に取ったけどもね、打ち取ってはいるがタイムリーヒットになったりとか、マーク循環が生まれたということ。今日のマウンドは自分の持ち味を出す前にちょっと綺麗に投球しようとして出し惜しみしたところに反省があると思う。でもこれは失敗反省ですから、次の登板に生かすことはできると思う。そしてその後タマちゃん、いきなりフォアボールやったけど全然問題ない、ここはそれ以上点をやらないことが一番の目的で、ナイスリリーフ、もうこれ以上言うことはありません。今日は北海道出身の選手が活躍やで。で9回には北山、今日はセーブシチュエーションじゃなかったけども、この東京ドームで芳しい内容は披露することができてなかった、最悪引きずる可能性もあった、しかし自分でそういう嫌なイメージを払拭したね、素晴らしかった。あなたは変化球が低めに決まっていると、やや上ずってしまう傾向のあるストレートがすごい武器に変わるという。でそうこうしているうちにしっかりと低めに抑えが効くようになってくるし、低めに集まる変化球がポイントだと思いますよ。吉田輝星2失点したけども、ディフェンスの方では強いファイターズだったと言っていいんじゃないかな。さあ打つ方です。こんちゃんプレーボールの初球ヒット、ナイスナイス。あれピッチャー結構ダメージやね、カーンと顔の横抜けていってるでしょ、ダメージなんですよ。その後今川大したもんだね、昨日の試合でバックスクリーンのホームラン打ちに行ってヘッドが返ったところでレフトスタンドに放り込むホームランをよく見てます。じゃなく捉えてセンターバックスクリーンまで運びきってる、あのホームランをお見事やった、手応えあったと思う。で今日そのまま調子いいまんま2番に入り、いきなり1回の裏にホームランやもん、打った瞬間それと分かる、久しぶりに弾丸ライナーで東京ドームの上段に刺さる、そういう打球見たわ。元気があれば何でもできる、執念、もう完全に板についたね、いい選手やわ。3回の2打席目もお見事、打った瞬間みんな驚いてたけど、できる人やわ。それよりもその後の5回7回に悩んだ2本ってでしょ、これが大きいんですよ。1試合4安打って年間に何回ありますか。でそうやってそれが打てる選手だということで大きな自信になったと思う。改めてね、ヒーローインタビューも抜群やった、最後に執念、なかなかヒーローで感極まって雄たけび上げれるってないからね。私はそんな選手やったから気持ちを分かるわ。J ナイスホームラン、打った瞬間あっと思ったけど、あなたの打球は遠くへ飛ぶね、さすが4番バッターですわ、ツーベースも打っている、アルカンタのマルチヒット。ほんでタクちゃん、バッティングスタイルの変更今シーズンある中でライト前ヒット、すごい、そのタクちゃんもそうそうこういう打球を打ちたかったになってきたんじゃないかな。中村晃のこうタイミングの取り方をすごく参考にしてると、
中村晃ってホークスのね、動きながらポイント前に置いて結構右方向にガツンと打てるバッター。でもタクちゃんどっちか言うたらセンターから左方向のイメージ、それを広角に打てる打者になるために、そういう右方向にも強い打球が打てる中村晃のバッティングスタイルを参考にしたと聞いてます。なってきたんちゃう？うん、守備についても安定感はやっぱあるし、サード守ってても様になってたよ。うん、雰囲気がね。はい、で今日の試合でね、やっぱり言いたいのは、僕ね、もう一回言いますよ、ヤチなんですよ。普段縁の下に回ることが多いそのヤチが、初回でいきなり華々しいプレーでピッチャーを盛り上げる。今日の伊藤のナイスピッチングは、ヤチのあのプレーに全てスタートがあったと言ってもいいかも。普段は縁の下、チームを支える、まあ、黒子になって支えることが多いけど、かいてはならない選手、そしてかゆいところに手が届く選手、守備もバッティングも、あの今日のヒットでもそう、横からのカメラのスローで見ると、トップの位置からタイミング取って、トップの位置から最短距離で、大回りもしない最短距離でそこにパーンとバットを出す、代打の選手がよくやるようになってバッティングやね。だから谷内の中では1打席も無駄にしたくないやろうね。今日帰り際に駐車場でいいタイミングで谷内と会うことができた。谷内、僕はね、先発ピッチャーの気持ち、意見として、谷内、今日の勝利はあなたが MVP だと思うと。あのワンプレーからチームが波に乗った。だから打線がホームランも出たし、ヒットのつながりも良かった。守備も好プレーたくさん、あの打ったところに人がいる、これはポジショニングの好プレーなんですよ。全ての好循環を打った、そのきっかけになったのが今日谷内だと思ったね。ありがたい存在ですわ。うん、そして今日の試合見て感じたこと、北海道出身の選手たちの活躍が本当に目立つようになってきたね。今日のヒーロー2人もそうでしょ、伊藤大海、今川龍馬、北海道出身、玉井大将、まあドサンコと呼ばれるその彼らがね、北海道のチームの看板を背負い頑張ってる姿、熱いね。ほんでバファローズにもね、今日2番手でマウンドに上がった斉藤、札幌市北区の少年野球新興スワローズ出身と、少年野球軟式野球チームなんだけど、僕ねちょっと恋にお付き合いさせてもらってる人がいて、その社長の、あの車屋さんの社長なんだけど、その社長の息子さんがそのチームでプレーしてて、僕よく見に行くんですよ。あのチーム出身の選手がこうやってプロ野球選手として躍動している、あのこうやって北海道の少年野球の出身の、で高校出身の選手がどんどんプロ野球に入団して活躍しているのが本当に増えたと思う。うん、これは最近少子化で少年野球の人口も減ってると言うけども、各地域の活性に北海道エリアで言うとファイターズも本当に影響を与えてるチームなんだなと。これはプロ野球の選手、プロ野球のチームとして影響を与える存在であって、それが成果となって結果となってるんじゃないかなと思うね。本当に少年たちもね、私たちの先輩がああやって頑張ってると思ったら練習に身が入る、試合でも本当目標を定めて甲子園に出場するんだとか、その前には全道大会とかあるわね、少年野球時代に全道大会、全国大会で、高校生になったら甲子園出場で、プロ野球選手になってこうしたい、ああしたいと、どんどん夢が大きくなって描く、まあ、いわゆる青写真がどんどん色が濃くなっている、そのね、目標となるべく選手たちが北海道からとてもたくさん出てきた。まあ、僕大阪出身で、大阪出身の野球選手は確かにたくさんおられます。で憧れた人追いかけて、あの人のようになりたいと思って頑張ってました。で最近では大阪帰ると、その僕の少年野球の後輩とか学校の後輩たちが、いや、さん目指して頑張ってましたって言ってくれる人も中にはいますよ。この連鎖でね、一層野球界が盛り上がればと思ってますよ。そうやっていろんな貢献度が増してきたファイターズ、明日からはZOZOマリンでロッテとの試合、ぜひ東京ドームでの3戦目の試合をきっかけに、浮上向上したねと言われる、そういう展開を願っておりますよ。前置き